肩の骨折ったみたいで、これお返しします。ああ、何を言ってるんだ君。何しにここへ来たんだ。それはね、君が殺し屋を始末してくれた功績はそれは大きいよ。しかしそれと、君が平社員の分際で社長のお宅にのこのこ出てくる話が違うんだよ君。帰りたまえ、命令だ。そうだよ君、帰りたまえ。増長するなよ。なるほど、用が済みはおとなしく殺されてりゃいいものを、何をのこのこ戻ってきたとそうおっしゃりたいんですか。バカなこと言っちゃいけないよ君。え、君ね、君は疲れてるんだ。早く家へ帰って眠りなさい。明日社へ出ることはないから。そんな暇ないんだよ。座れ。おい、俺が舐められておとなしく引っ込んでるような坊やに見えたのか。俺をやろうとする前にそのことを何度も考え直してみなかったのか。どうなんだ。この足ですぐ警察へ駆け込んでやる。朝倉君、私はこの件に関しては最初から一切関係がないんだよ。むしろ私はここにいる役員の諸君にそそのかされてね。社長、今からあんた何そうなの。あんたと我々は一蓮托生なんだぞ。仲間割れは後でゆっくりおやんなさいよ。とりあえず今日の僕に対する無礼に対して落とし前をつけてもらいましょうか。落とし前。